わかる？しゅんいちろうさん。待って待って、今打った人。これね、あのさ、今ブロック飛んだ人、自分の名前わかる？マリアキさん、ヤギさん、トモヤさんと、あと、先輩です。竹下さん、あのライトの人の名前なんですか？強制さんです。あいつ白風味嫌いだけど。俺の後輩。ああ。小学校からの後輩、小中高。腐れんですか？全然。あいつは腐れとだけ。腐れとだけ。かわいい。うっせぇな。絶対思いよ。向こう強いですか？入ってるよ、入ってるよ。ちょっと上手いんやけどな。は本気を出してなかったのりあきさん、出してなかったらしい、朝一はダメ、今日寝坊したのりあきさん、喋らん喋ってください。いや俺そんな喋るの好きじゃないもんなめっちゃ喋るじゃないですかめっちゃ喋る。喋りすぎみたいな言い方。いや、いい感じの喋りです。もうすごい。フォローもっとやろ。フォローもっとやろ。いや、そういうのいらん。見よる側からするとあ、そういうのいらんってなるから。怒られた。ねえ、順平怒られた。あ、マジっすか。うそ。マジで。雪野の3秒する100円ショップ。これあれ、りょうたの。りょうたのお母さんの。だけ今、りょうたのお母さんをバカにしたことになるけどね。100円ショップみたいな。ほら、りょうたのお母さんのサングラスを100円ショップのやつって言ったけ、りょうたのお母さんをバカにしそうけ今。でも買ってるみたいな。りょうたのお母さん顔一緒そう。ああ、一緒そう。あいつらに。いや、真に受けるタイプしかいないけど、まあ余裕ですかね。まあ試合しなくても勝てるぐらいは余裕ですかね。6対6です。そのフォームは強い。マジ忘れそうかん出るけど。ちょっとノリがエコやな。トナに3人目は勝てるよね。勝てます。ここは完全にトナ完全に勝てるやん。正直はい、電線が出てもらえたら楽しかったね。うわぁ、さすがー。ドミシルで憧れる。変な
ミスジのカラオケ版です。あ、確かに酔っ払ってカラオケした状態でこのくらい歌いようとみたいなカラオケスナックみたいな人があ、これですいや、カラオケ…あセクハラ入るけん、まあ大丈夫大丈夫、ありますスクリオです。これダンス登場ここら辺に意外になるっていうのわざわざブログに自分がパイパンにしたことがあるけど違うだろ前バスノーになんかダンスを実際見ちゃダメみたいな変えとってあるダンス見せたがり屋やねダンスこれ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 ハジ来ますよ、三上さん。ハジにはハジくらいになってますよ。違う。僕、品川。それで帰ったり。待っててやるよ。待ってて、いけるよ。待ってて、いけるよ。待ってて、いけるよ。生活力を迎えられてるって。何やってるの？みんな変わってやべえんだよ、学校長が来てる。次さ、あっちくらい。次さ、あっちくらい。ん？次あっちくらい。うん、いいよ。いや、そっち行っとく。うわー、やった。ん？あっち行っとっていい？はい、いいよ、全然。やっと来たか、お前ら。言いたいことがある。何か言いたいことは？自分に変わろうだって。いいんだよ。お、気づいた自分。ああ。それはダメだ。それはダメだ。それはダメだ。お、いってらっしゃい。あ、そうやん、あれカメさんたちやん。うまっ。見た。できるあれ。俺にできるって聞く。聞く人間違ってる。こっちだね、どっちかといえば。できるあれ。できる、できるって。でさ、うん、声入るやつ。これ声入るやつ。なんか言って頑張っちゃう。ポーちゃん、だけみんな話してよ。向こう行かんじゃない。おい、こういう時だけにいつもこんな人でしょ。こういう時だけに。だってこういう時だけしか、なんか使えん。使えん。それちょっと言うの。今使えてたの自分やけ。次言わせたのお前だな。間違いない。うわー、左で打った。やば。マジかっけー、ほんとにやば。ピンクティー。うん、お前が白。ビデオも。お前が白。いくよ。あ、手入った。手入った。いくよ。はい。なんか思ったより全部押し付けられとるね。いや、これ次試合らしいです。ゆきなたちが。女子の。気が利かんな、君は。言われんでもいいかな。そう言われました、ゆきなに。ポカンド上げとき。ゆきなにそれ言われました。ポカンド上げとき、今。さすが東さんですね、気づくあたりは。ちょっと可愛がらんとこ、お前。あ、何ですか。何ですか。何つってんの。あー、財布どこあるかわからん。最初入れたもんな。誰こんな綺麗に入れたの。あの女の子じゃないですか。シフやな。シフが最初か。2年の子、2年をね、呼び捨てしよう感じ。あ、全員してます。まあ、いっか。シフがシフがちょっと、あと入れる。あ、やべ、カメラずれとった。すいません、カメラずれてました。
なんか話せよ、お前。自分今買ったばっかり。うん、今買ったばっかりだから何言ったか分からん。何とかから。17対10で勝ちました。止めるんですか。あ、止めていいよ。パワー、パワー電源。これか。これですか。これ。これ竹下さんですよね。うん。